どうも、初めまして、バンザイフィルムズです。どうも、バンザイフィルムズです。バンザイフィルムズです。初めまして、初めまして、初めましての方が多いと思います。知ってる方もいると思いますけどね。はい、僕たちあの関西でね、まあ、映画を作らさせていただいている、チームです。バンザイフィルムズというチームでございます。今回はですね、はい、なんと YouTube で連続配信のウェブドラマ小説、ロード・オブ・ザ・リンネという、ホラーを題材にした、コメディでアクションでポップな作品を制作、まあ、制作中ですね。はい、制作中です。はい、今回ですね、関西で、活躍されている役者様に出ていただいております。はい、なので今回そのね、気になるところ、役者様がどういった配役で出ていらっしゃるのかっていうのを今回ね、紹介したいなと。僕たち出てないですか？あ、出てます。あ、はい、もちろん出てます。監督は出てる？僕、監督、あ、そう、僕はあのね、監督、ね、鬼村と申します。役者やってます、沢です。沢です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。役者やってます、赤田です、よろしくお願いします。僕たち、バンザイフィルムズプラスアルファ、素晴らしいゲスト役者様ご紹介したいなと思っております。はい、関西の衝撃場界ではかなり引っ張りだと。お、誰ですか？吉田聖光さん。おー、吉田聖光さん。そうさんはね、昔実はですね、そうなんです、そうなんです、劇団やってらっしゃって10代ぐらいから吉田君のこと知っておりまして、だからね、もしかしたら、まあ、吉田さんにすごい昔から追っかけてるよって方いらっしゃった、もしかしたら澤さんの、あ、知ってるって思ってる人もこの人知ってる、奇跡的にいるかもしれない。そうそうそう、吉田君の役どころ、役どころ、そうですね、何の役か、うん、今回なんと、はい、この物語の、はい、主役を担っていただこうと。主人公、すごい好青年、好青年、好青年やっていただこうと思っておりますよね。あ、はい、あとじゃあケンちゃんからもう一人、はい、今から紹介するのは、はい、ステージタイガー所属の、はい、谷谷俊介さんです。あ、谷谷俊介さん、すごい結構長い劇団さんっていうのはね、おさわさん、ステージタイガーという名前になる前の、はい、うん、はい、劇団の時からずっとやってはる方なので、うわぁ、20代になるのかな、大ベテランだ、大ベテラン。いやどういった配役なんですか？そうですね、今回ですね、はい、エンマ大王というのが出てくるんですけど、はい、なるほど、そのエンマ大王にやっていただきます。エンマ大王、なるほど、その感じで演じさせてもらいます。いや、演じさせてもらいますって自分がやるみたいな。あ、僕がやるわけじゃない。何とぞロード・オブ・ザ・リンネですね、公開楽しみにしてくださいっていうのと、あとは、私たちですね、バンザイフィルムズ今回の企画にあたりましてですね、はい、クラウドファンティングをやっております。はいはい、なので、概要欄にもね、飛ぶサイトを載せておりますがね、出てる、出てますよ、出てるかな、下に、下、ここ下の方かな、下の方かな、下の方、ぜひ豪華特典ありますんでね、ちょっと何卒ぞそこら辺もチェックしてもらったらなと、嬉しいなと思っております。はい、はい、こうご期待、はい、お願いしま す、お楽しみに。バンザイフィルムズだったよ、しばらく最後の最後は違うね。バイバイ。